悪くない返事だね。じゃあ始めるよ。これらを樽に封印し、焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで、ビシュのボトルをまずローで封じ、南風は心地よく、北風はたける。ビシュはどんな味か。モンドの名、自由の夢。何を発酵させビシュとなったのか。探求する勇気、優しさに満ちた慈愛。守護の執念はありし日のまま、謡を掲げる旋風とともに。酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は潤わん。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。拍手ありがとう。この歌謡はみんなの役に立ったかな。